おはようございます時刻は7時57分になりました6月2日の今日は木曜日です今日も天神橋筋商店街天六天こ森スタジオからコモさん小森康則が長官チェックをお届けしてまいります生配信をご覧の皆様どうぞポチッと忘れずにお願いいたしますそしてアーカイブでご覧の皆様今何時でございましょうか現在は7時57分でございます今日も 元気にスタートしております昨日もおいしいイタリアンをごちそうになりまして、えー、ご紹介いただきましてとある、えー、歯医者さんとお話をさせてもらったんですが非常に、えー、知的好奇心といいますかその辺が刺激されたあ有意義な時間でございましてね、えーまあ、これでもちらっとお話しましたが 吉野の方で遠隔医療への取り組みをされているグループそれをまあ中心のメンバーの方でいろいろとお話を伺ってたんですけど小室さんねと病院っていうものは、まあ、その方は歯医者さんですけれど、えー、そもそもいつから病院って言われてたか知ってますっていううなお話。 クイズみたいなことでまあほとんど答えられなかったんですけど、まあ、先生の持ちネタやとは思うんですけれど、えー、実は、うん、その幅広くこう多くの人を見る病院っていう存在は昔日本にはなかったわけですねとあなるほどお,お殿様とかねえー、皇室天皇とかそういうのを見るお医者さんはそういう人を見るわけでありまして広く誰でもおお 病気の人を見るっていう存在はまあそもそも日本にはなかったと。でまあ蘭学を学ぶ人たちがね、医術を学んで、まあ、そんな中で、まあ、病院という訳語ができてきたのは、まあ、江戸時代も終わりの方のことであると。なるほど、ああ、そうかと。で、病院というのはまあまあ、ホスピタルですよね、ホスピタル。うん、で、ホスピタリティ っていうような言葉がありますけれど、まあ、これはあのホテルなんかでも使われる言葉ですよね、まあ、いわゆるおもてなしおもてなしみたいなことなんですけどじゃあ果たして今病院っていうものはそんなにホスピタリティになってると思いますかという問題意識を、まあ、自分が中にいらっしゃって持ってはると。確かにそうですよね患者って 先生と患者っていうこのね上下関係があるようなそういうのが当たり前になってて先生の側はお互いが先生同士が先生先生って言い合うまあこれは学校の先生でもそうですが先生先生って言い合ってるのは傍から見てたらとってもなんかもう変な感じ社長が社長で社長社長社長って言ってるみたいなフィリピンパブじゃないんですからね社長さんじゃないんですから変な感じはするんですけどそれが当たり前になっている中で。 患者はペイシャン,トペイシャントこれって考えてみたら苦痛を我慢するっていうようなことですからね確かにまあそれ痛みがあったりしんどさがあったりっていう意味で病気の人は怪我した人はペイシャントではあるんだけどいやいやホスピタルホスピタリティ溢あふれる場所っていうのはそういうもんじゃないんじゃないかと今はまあ綺麗な病院とかもいっぱいできてきてますけどそもそも構造的におかしいんじゃないかなみたいなそんな話をしながら。 えー、鹿肉をご馳走になったりしておりましたありがとうございましたまたあの吉野にも私も寄せていただいていろんな活動のことを皆さんにもお伝えできればなというふうに思っておりますそしてこのホスピタリティありがとうございます皆さんもよくご存知のクスパンさんからあのこちら うちで小梅さん、ヤクルトの話してたよねとヤクルト戦がなかなかこう、ねえー、あの見つからないというような話題を言ってて売り切れのお店続出って言ったらいやうちに来るから買うて送るわって言っていただきました楠田さん、ありがとうございますこれが今、皆さん話題のヤクルト戦でございます。はい えー、ヤクルトレディーが持ってきはったやつでありましてですね、えー、ヤクルト史上最高密度の乳酸菌白田株と書いております、確か1000億個でしたっけ、一個一個乳酸菌をよう数えないですけれども、これ、なんかあのぐっすり眠れて。で 目覚めががいいいととううことが評判なんだそうですあくまでまあ使用者のお客様の感想ですがと小さな小さなテロップがここに出てませんか <laughs> 出てないですかはいなんですけれど、まあ、あの一般にねあのグリシンっていう物質が入ってたらそれがまあよく眠れるっていう,うなことでねあのグリナとかもありますけれどではせっかくいただきましたのではい まあ朝に飲むもんでもないのかもしれませんけどどうどうなんですかねこれね朝飲んで夜目覚めっていうか寝つきがよく、うん、ぐっすり眠れるんでしょうかわかりませんがせっかく送っていただきましたんではい飲ましていただきますでははいヤクルト千注目のおこの一本でございますありがとうございますいただきます。 いやまう、あまあ、そのまま寝るわけじゃないんですけどありがとうございますえ普通のヤクルトとちょっとなんか確かに味が濃いような気はしますねええー、うちあの父親のお墓のあるところの事務所の横にヤクルトの,、えー、あの自動販売機がありまして、えー、墓参り行くと はい、あの娘にそれを肯うてやるという、ですね今、何倍やったかな、日本で80円やったんかな、普通のヤクルトは、もう今、90円、100円になってるのかな、うん、いつもあの墓前でヤクルトが、うちはくっついてる家なんですけど、はい、機能性表示食品でございます機能性、どんな機能性になってるのかな、えー、と届け出表示、えー、乳酸菌白タ株が含まれていますので、 一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを和らげまた睡眠の質眠りの深さすっきりとした目覚めを高める機能がありますさらに乳酸菌白化株には腸内環境を改善する機能があることが報告されておりますと、えー、特報ではございませんと <laughs> いうことですね、はい、ああなるほどだから機能性表示食品なんですね、はい ありがとうございます。ヤクルトも、今はね、ね、えー、ヤクルトのおばちゃんじゃなくて、ヤクルト、レディーとなっております。えー、あ。すみません。えー、えー、体が落ちてしまいました。はい。 日生、えーの,ね、のおばちゃんから日生レディーと変わっております、えー、レディーさんとジェントルマン今日も一緒に朝刊チェック楽しみにいい見ていってくださいませそして、えー、今日も、まあ、とんでもニュースありますんでとんでもニュースー生配信の方はそのままで、えー、そしてそれ以外の方にはアーカイブで、えー、別コンテンツとして、えー、お届けしようというふうに思っております時刻は8時5分になっております ででははチェッック今日は読売新聞を買ってままいりましたヘッドラインですゼロコロナ政策のためロックダウンが続いていた中国・上海が1日およそ2か月ぶりに都市封鎖を解除しました生活や経済の正常化にはまだ時間がかかりそうですロシア政府によるドル建て国債の返済で 元金利の支払いが遅れ,遅れた分の利息が支払われませんでしたロイター通信はデフォルト債務不履行に一歩近づいたと報じています政府は最低賃金について全国平均が今930円のところ1000円にまで引き上げるのにあと3年もかけるというゆっくりとしたペースで進め 分配よりも成長、庶民の生活よりも企業の存続を優先させる方針を固めました田中前理事長夫妻によるむちゃくちゃな運営が続き、脱税の罪で有罪となってとうとうクビになった日本大学、次の理事長に作家の林真理子さんが内定したことが分かりました。 果たして実務能力はあるのでしょうか知床半島沖で沈没した観光船「カズワンが昨日陸揚げされ乗客の家族に公開されました船体の後部には穴や亀裂とみられる損傷が確認されています毎日放送は正月のトークバラエティー番組に橋本徹氏や 吉村大阪府知事松井大阪市長をずらりと並べ維新第三番組を垂れ流したことを受けて番組内容を事前に点検する新しい組織を機能付けで設置したと発表しました優れた放送番組や CM に送られるギャラクシー賞の発表が昨日行われましたラジオ番組部門の対象は CBC ラジオの ER のオーケストラでした ラジオトーク番組の新しい地平を金をかけずに開いた MBS ラジオチラシダスは残念ながら選ばれませんでした阪神高速松原線の喜励売り割と三宅ジャンクションの間が昨日未明から3年にわたり通行止めとなりました喜励売り割出口では4キロほど車の列が出ていたということです 阪神は阪神でもタイガース島田の活躍で西武に5対4 1点差で勝ちました自力優勝の可能性が1日で復活しています以上6月2日の木曜日朝刊チェックヘッドラインでした後ほどとんでもニュースも今日もお届けすることにいたします、えー、IAC の IAC トラベルの提灯が出ております現在も受付をしておりますのでどうぞ淡路島の旅6月21日22日の一泊2日でございます小間さんと一緒にはい玉ねぎ詰め放題ですよはい花広場で買ってまいりましたのをここに並べておりますでは長官チェックまずは上海ロックダウン解除まあ 各社、ねえー、特派員おりまして MBS も実は JNN の特派員と言いながら上海支局は MBS の担当だったと思います、えー、連日、ヨンチャンテレビなんかでも Zoom、ねえー、なんかを使ってリポートをしてはりましたけれども,もうずっと家にいたらやっぱりなんか筋力が落ちたりとかであのずっとまあ私もそうなんですけどパソコンをずっとやっていると。 首がこう下に向いたような状況になるのでそれはとてもあの体に悪いらしいですねえそんな話をあれは ABC の特派員でしたかねしてはりましたがようやくロックダウン解除ですえ人口2500万人のうちおよそ9割に外出が認められたということでえ何面かにわたって記事が出ておりますけれども人々はロックダウン解除というので 外へ出てきてき、ね、記念写真を撮ったりというようなほんのつかの間の喜びをかみしめていたと、えー、地下鉄やバスなど公共交通機関の運行もほぼ再開多くの住民が買い物や散策を楽しんでいたと、まあ、散策は楽しむものですが買い物は楽しむようなことだったんでしょうかそれとももうカツカツのところで、まあ、地域によって でもも違ったんででしょうけれどもねで、えー、上海市政府は企業活動や住民生活を6月中に正常化させるとしていましたいますしかし、まあ、その通りになるのかどうかピーク時4月には1日当たり2万人の新規市中感染者が出ていましたが5月31日には15人まで減少したということですね。しかしかそのの2ヶ月の間に 会社がお店が倒産してしまったというところも多くですね。車の販売がまゼロだったという,ような記事も出ておりますね。一方、上海が止まっているということは日本も止まるわけです。製造に関わるところもそうですし、港が止まってしまったというので、上海だけではなく中国のいろんなところから集まっ で上海の港から船積みされて出てくるというそこが止まってしまったわけですよねえ日本の5月の新車販売台数18.1%減っているということですえこの影響はまだまだしばらく続くというふうに思われますね時刻は8時11分ロシア政府がドル建て国債 デフォルトへ一歩近づくと、まあ、これまでも懸念されておりましたしかもまあロシア産の原油を禁輸するというようなことでもちろんウクライナ侵略というのが許されないと私も今も思っておりますけれどもロシア経済大きな打撃を受けているということですね。世界の主要金融機関が参加するクレジット デリバティブ決定委員会というところが利息が支払われなかったと認定をしております時刻は8時12分そして読売新聞の一面トップはこちらでございます最低賃金1000円2025年度にもとはい政府は頑張っていますと消費活性化図る 新しい資本主義の工程表にその1時間働いたら最低1000円ですよと、まあ、今も東京都は1041円神奈川県1040円ただ高知県、沖縄県が820円、えー、多くの県で800円台にとどまっていると。 いうことなんです、まあ、単純に考えて930円で、えー、1000円ということは1割上がらないぐらいのことということですよね。単純に考えてね、えー、でこのぐらいのことで果たしてインパクトがあるのかということですよね。うん、あのー 確かに、ね、その最低賃金をがんと上げてしまうことで韓国なんかも雇用が逆に減ってしまったとかっていうような副作用というかそういうことも考えられますでも一方で、えー、1月から3月の経常利益が22兆円とかっていうのもあっていや会社はそれやってる側からしらず一寸先は闇ですからちゃんと内部留保を持っておいてね何ヶ月か 何年か、まあね、理想で言えば何年かもし売り上げが全くなかったとしても従業員に給料を払っていけるだけの現預金を持っておきたいというそれはまあ正直ありますよ、それはあの自分ががめたいという話じゃなくてそ,そういう意識は経営者はもちろん持ってるんですけどでも、まあ、あ儲かってるとかはめっちゃ儲かってるわけですよね。年年かけて3年かけけてて 1>, 1割に満たないぐらい上げていくっていうのを新しい資本主義やとかって言われた日にはですねなんやっていう話ですよなんやってうんだから頑張ろうとか頑張ってまあ支払う方も頑張ろうとかうんもらう方も頑張ろうとかええ思わないですようん。 この工程表に書かれているのでいうとまず2022年度副業・兼業を促すガイドラインをこの7月に改定をしますと、ね、兼業 OK っていうのはまあそり派遣も同じ話なんですけど、えー、働き方を自由にするっていう美名のもとにねえー、2割も3割も人材の会社がパチッて言ってるわけでしょ。 ね、で証券会社が手数料欲しさに売買繰り返させるっていうのと同じように人が何回も動いた方が紹介手数料入るっていうそういう仕組みでしょ。ね。人を財産と見るんじゃなくて人を物と見てコロコロ動かしといた方がええっていう仕組みじゃないですか。でそんな中でこの兼業を認める っていうのはあの働き方を自由にするっていう美名を「博打場を IR」というようにするんでしょうけれどでもそうじゃなくてもう残業代も出せませんと,とりあえず身分は社員として置いときますけどあなたが欲しいと思うだけの給料は会社は払えませんからどうぞ空いた時間で。 もちろん本業に影響があったらだめですそんなものは許せませんでもそれ以外の銭は自分で稼いでねっていう話でしょ国ももうそれを認めるっていう話でしょうんねまあまあ過去いろんな自民党と霞が関がやってきた政策の綺麗な言葉頭ええ人はね、まあ、僕もその端くれにいる人間としてで言うと 何とでも言いますわその辺に頭のええ人ってねそういうところに頭いいんですよごまかすことにええこれは多分日本の教育の問題でもあると思うんですけど栄養に言いくるめる能力が高い人は頭がいい人っていうんですよでそういう人が権力に近いところにおるんですよええだからこの 兼業も結局いやそんなに給料出されへんから自分で,か自分で生きていきなはれっていう自分で稼ぎなはれっていうことを言ってるんですねまあまあだからそれで頑張ろうと思ってやりはる人もあるでしょうけれど多くのコツコツと真面目に働いている人がこんな物価もどんどん上がっていく中でですよ3年かけて1割ほどね給料が上がるという。 それもしかもまあ目標ですから、うん、なるかどうかも分からへんっていうような政府の、うんえー、打ち出し方でさあ、さあ消費をしようと思うかって言ったらもうだってこの6月だけでどんだけのものの値段が上がってますかっていう話ですねもう上げるっていうことを恥ずかしいとか失敗したらどうしようとか思わなくていいからみんな横並びで。 あそこも上げてはるからうちも上げましょういや、実際、実際仕入れが上がってますからそ最終的に価格転嫁して消費者がそれを受け持たへんかったら成り立たへんのですけれど成り立たへんのですけど、そんな時にですよ、この程度の目標を掲げてその程度の目標に向かうような策を並べたところで人々はさあ頑張って消費しようと思わないですよ。 それはえー、まあその何の数字の根拠もなく3年でじゃあ1500円にします2000円にしますって言ったらそれはそれでえらいことになるのは分かりますよそれはそうですよだからさっきも言いましたように韓国が最低賃金をゴンと上げてしまったせいで逆にもうそんなに要算ん人を抱えられないからうちは10人パートさん使ってたけどもうそれを5人にします3人にしますっていうっていうようなことが。 起きますからねその,その副作用は分かってのことですけどしかし僕ぐらいの経済的なことの知識とかがでもこんなぐらいのことは言えるんですけど読売新聞の偉い記者たちは政府に言われた通りに書いてるんですよ。政府は最低賃金の引き上げにについて2025年度にも 全国平均で1時間あたり1000円以上を目指す方針を示します岸田政権が人への投資の柱に据える賃上げを加速させ消費の活性化やコロナ禍からの景気回復を確実なものにする狙いがありますもう本当に私今ちょこり来て北朝鮮の放送のニュースを読もうとしてるのかと 思ってしまいまいすよね僕が今言った話と全然違いますよね政府は最低賃金の引き上げについて2025年にも全国平均で1時間当たり1000円以上を目指す方針を示します偉大なる資料岸田政権が人への投資の柱に据える賃上げを加速させ消費の活性化やコロナ禍からの景気回復を確実なものにする狙いがあります まあまあ読売新聞ですからね。えー、どうですかね。うん、時刻は八時二十一分です。日大の理事長に林真理子さん。明日の理事会で承認と。卒業してあるんだそうですね。日芸、日本大学芸術学部。うん、そうですか。六十八歳になられます。 えー、まあ、まあまあ、田中前理事長夫妻のやってきたむちゃくちゃな運営ぶりというのは皆さんの耳にも入っていようかと思いますうん、まあ、そのことがいいとは思わないですしでもそれをいいらくだくとねついていってた人たちも数多く残っている中でですよあれだけの日大帝国ね えすごいですよ、まあ、前々から言ってますけど僕、僕らの時代に慶応が2万人で、早稲田が4万人で、日大は日芸とかも含めて10万人の学生がいた、まあ、それはも,もう30年以上前の話ですから、今、ちょっとそこの数字ははっきりしませんけど、巨大な、巨大な町ですよね、えー、そこにはまあ学費も入ってくるし、補助金もあるし。 っていうようよな寄付もあるだろうしっていうそのお金をまあ好きなようにやってたわけですよね。で、ちゃんこ屋に呼んできて、まあ、ちゃんこ屋の売り上げにもなるし、そしてそれ以外にもいろいろあって、でまあ、裁判の間は首相なことを言ってましたが、その後、ねえー、日大に、出入金しにはされましたけれど、入ったり、あるいは週刊誌の記者が行きましたら、ジャガーシェアというような。 ということを言って、えーまあ、先日、白鵬さんが弟子とんのになんか仁義切りに行ったみたいな記事もありましたけれどいまあ、未だに、えー、力を持っている因縁たる力を持っている田中理事長がある中で、えー、林真理子さんはいや、どれだけ多くの卒業生が恥ずかしい思いをしているんだという声を上げてはりました。まあ、だからそういうい意味であの 改革をしてもらうってこれまでのしがらみがないっていうような見方ももちろんできるかとは思いますけどできるかとは思いますがまあ僕がまあ平松さんをその火事の反対という意味では共通なんですけどやっぱ言うてもその30人からの。 アナウンサー室のトップもやってへんかった人が何万という組織のところに知名度で選挙で勝ってトップになるっていうのは僕はちょっとまあ違うんじゃないかなと常々思ってたんですよねだからあんまりその元アナウンサーという人たちが市長になったりするっていうのは結局まあ裁判を冒涜してるとまで言ったらまあ失礼ですけどちょっと違うんじゃないかなと。やっぱりりそ,それなりの実務経験というか、 <laughs> まあ運行管理者でもそうですけれどもそれなりにそういう立場で人を束ねて何かをやっていく理想は理想理想は理想としてそれは大事だしいろんなシンクタンクとかの人たちとも話してこうあるべきやっていうのはまあそこまではあれですけどやっぱりその実務能力っていうことでいうと知名度とはまた全然別の話ですよね。スポーーーーツ選手がプレイーヤーとマネージャー とが違うようよにです、ねうん、まあそういう意味で林さんが、まあ、内定してまあなりはるんでしょうけどそのバックに何がついてるのかっていうところですよね。えー、結局ええに栄養に既得権を持っている人たちの操り人形になる恐れはないですかっていうところはまあまあ 誰がやったってそうなんですけどね誰がやったったてし,しんどいですから浜村さんの後を誰がやったってそれはしんどいですから誰もそんな手は挙げないのと同じように空日大の次に手を挙げたりとか指名されたりとかしたらそれはみんなビビりますよ、まあ、もうそんなあえて渦中の栗を拾わないというのはそういうことだと思いますけれどだから立,立派だとも思いますけれどでも多分日大を取り巻く「地味猛狼」は。 えー、田中さんという人を含めてまだいてはるんで、えー、そこで一刀両断ちゃんと切れるかっていうとこれはなかなか難しいんじゃないかなとでそこに実務,実務者としての作家としての能力はそれはそれでまた別の話ですけれど人間としての評価はまた違うところなんでしょうか実務者としての林真理子さんが適任であるのかどうかということはちょっと。 疑問に思うんですけれどね8時26分知床半島沖で沈没いたしました観光船カズワン昨日陸揚げされましたシートに覆われてはいますがその隙間から見えていたところによりますと船体の後部に穴あるいは亀裂と見られる損傷が確認をされておりますで、内部の構造にも水が入った時に、えー 1> 一1か所で遮断するということができない傾き始めたらどんどん入ってきてしまうというような構造がどうもあったようですね。それはまあ運行管理ということあるいはまあもう経営そのものの問題とともにです、ね、直接的な沈没の原因を調べるためには大きなファクターではあるというふうに思います。で乗客の家族 たちがまあ花を手向けてもうね。まだ見つかってない人もいらっしゃるわけでえ、何かしら？家族としてそこに足を運んで自分の目で見て手を合わせたいというお気持ちがあるのでしょう。それはよくわかります足元だけが撮影されたりしていました。まあ、そんな撮影にどんな意味があるのかな？とも思いながらですけどね。 あと、まあ、この件についてはまだ僕はお話ししておりませんでしたが NHK があ,あれは兵庫県警の記者クラブでしたかね、えー、から除名処分を受けております。えー、兵庫県出身の方がですね兵庫県の方が今回の事故に巻き込まれていましてで、えー、その遺族を通じてですね、えー、情報が得られて、えー、記者クラブ 幹事者というのがありまして、まあ、持ち回りなんですけれど NHK が幹事者をしていて皆さんに伝えてくださいねと、まあ、だってね NHK 毎日放送朝日放送関西テレビ、ね、読売テレビ、えー、テレビ大阪、うん、でサンテレビもとかいうふうになってきますとみんながみんなピンポンピンポンって押された日にゃ、まあ、これメディアスクラムというような言葉もありますけれどもたまりませんので。 えー、そこはもう、一社幹事者、えー、を通じての取材を受け入れますとで、その情報は皆さんで共有をしてくださいねと、抜けがけはなしねと、得だねというのはなしねというような話が、まあ、それは要は、被害者を守るためにですよ、うん、切磋琢磨も思わせなあかんのですけど、それはあ取材先となる家族、被害者の側を 守るためにそういうことをしようと言ってたんですが NHK が自分のところをもらったやつをそのままよそに言わずに流してしまったとでしかもまあこれを結構言い訳をしたんでで除名処分となったとまあしばしば、まあ、記者クラブ制度の問題は僕はほんまにあると思うんですけど 結局まあ読売新聞がこの一面トップで政府方針書非活性化を図るみたいなことを堂々と書いているのも記者クラブ制度というかですねそういう記者のふ抜けを作ってしまうことだと思うんですけどその問題はまあ置いといて仲間内の組織でもあってまあ親睦を図るという意味ももちろんあったりはするんでしょうけれどえ除名されるともう。 記者クラブ使えないですからね、えーえー、パソコンも何も全部、ねえー、社から与えられたもの、私物も全部持,ち持って出なさいって言われるような処分、まあ、除名とか出入り禁止とかいうのはあったりするんですけど、まあまあ、多分一過性のものなんですよね、うん、まあまあ、他者が怒るのも分かりますし、えー、被害者もそんなことに巻き込まれてって言って困ってはると。 思うんですけどん,なんか取材する側の内輪の内輪揉もめのところでなんか見苦しいなというような感じですねで確かにまあ多少取材はしにくくはなるんでしょうけれどしかしまあ天下の NHK さんですからねえーえーだからといって兵庫県のニュースが出せないということにも なならないだろうしえでもまあなんでそんなことが起きたのかっていうところねよそのことまあ NHK に限らずですがよそのことはなんでそんなことが起きたのかっていうことを人の嫌がることも含めて取材をしてそれを堂々と電波に載せるくせに自分らのことはほんまにえちゃんと載せないですよね。こっちの話にもつながるのかなちょっと違うか。 8時31分毎日放送正月のトークバラエティ番組に橋本徹さんそして吉村大阪府知事松井大阪市長ずらりと並べましたそら橋本さんにはお金払わなきませんけど吉村さん松井さんただで来てくれはって3人ずらっと並んだら視聴率も取れるでしょうとねそれだけのことつまり制作者が 何にも考えずに考えがあってならままだわかりますそれを他の、うん、じゃあそこに蓮舫さんを入れなさいとかなんとかっていうそういう日曜討論的なバランスということでもなくただただ放送番組を作っているそれは局はプロデューサーだけなのか制作会社のプロデューサーなのかあ編成はどう考えていたのかいろんなところで。 まあ、全員とは言いませんけれど結局チェックが働かへんかったという意味ではです、ね、その共同責任として誰一人何も考えてなかったで騒がれて初めてああ、そうかとなったっていう、まあ、これはラジオでもありますよね。 ええまあ、僕も,僕もまあ偏っているとは思いますけど土、ね、星論で、まあ、ど真ん中にいるとは思わないですけどでもまあ自分の立ち位置はここ今ここですよと今真ん中にいるつもりです今右にいるつもりです今左側にいるつもりですでもまあ逆の立場もありますわなっていうようなことを言うのは。 まあ今 YouTube やから別に放送法の縛りを僕は受けてませんけどでもまあまあ大人としてそのぐらいのことは常識やと思うんですけどその常識もないような連中がテレビでございますって言うてねまあタレントさんの責任もあると思いますよえでタレントさんを使うという意味でもですねえあの番組はねうんまあ ブラマの、うんまあまあ、彼にはもうどうかな問題はどうかなとは思いますけど尼、うんうん、崎の、ね、長尾先生もあの番組については怒ってはりましたからね、えー、とんでもない言って、まあ、だからうそういう連中の作ってる番組ですよでそれがまあそれなりに社内で評価されてたということでしょう視聴率もそれなりに取ってたということでしょうで正月の番組にずらりと並べて維新・来三の番組をやりました。 他でも池上さんの番組でも僕はそうやったっていうことは社長に言っておきましたけどね、えー、結局、何も考えてないですよ、何も考えずに出しといたら、安くて、安くて稼げるっていう、それだけでやっちゃったことなんですよね。だと僕はあの見抜いてますけど、あれちょっと偉そうに言いますが、見抜いてますが。 ないそれ何と言い訳をしようが何も考えていなかったんですよ考えた上でやったならあんなことには絶対ならんですから自覚がな,くなかったんですよ制作者の自覚がねそして編成とか他のところも含めて目先の数字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 ってずーっと思ってるからあんなことになるわけで,でそれに対して昨日付で番組の内容を事前に点検する新しいセクションを作りましたっていう、まあ、これまあね社長 うん、ねいや何かせえへんかったんかの分かるしねはいむしろ記者庁ねで宮田さんという自分の上の人やけど立場は下になった人を中心に、うんえー、そういうチ,あのチームを作ってやったことをがまあこういうところに落としどころになるのはまあ世間的には分かるんですけどでもほんまは。 だからやった感を出すためにはこういう組織を作りましたって言わなあかんのはわかるんですけどそれは結局番組を作りにくくするし手間かまあその手間か,かるのがあかんということじゃないんですけどまあ要は自由な発想とかいうことを抑える方向に絶対行くしそれよりもやっぱりそんな何も考えへんで作ってたやつを飛ばすっていうことですね。 もうやっっちゃったんだから放送局としてやっちゃったらあかんことをやっちゃったんだから、まあ、それが、まあ、あさっきの記者クラブの除名が何ヶ月か知りませんけど3ヶ月か,半年,かし、まあ、半年も続かへんのかな、まあ、知りませんけどそういう期間を置いたとしても何も考えんとやったら処分するぞと処分というのは、まあ、懲戒処分という名前になんのかどうかは別としてそんなやつには番組を作らせへんという。 一罰百回のいわゆる処分をしてで考えろってそんな難しいことを考えなあかんわけじゃないんですよ放送が放送としてのバランスは必要でしょとおもろいから言うて数字取れるから言うて何でもやったらえんとちゃうでしょこれはまあ今今回これ政治が絡んでることですけどそれはいじめのこともそうですしジェンダーの問題もそうでしょうし 差別の問題に対してだってそうでしょうしねそこは国民の共有財産である電波を預かってただみたいな金額で預かってボロ儲けしてきたという構造が放送局にはあるわけですからその責任はあるでしょうとそのことを一人一人が誰か組織を作ってその,その人らがお目付け役ってそん,なそんな組織かってねほんまに第一線でバリバリやるプロデューサーなりディレクターなり。 アナウンサーななな持ってくるはずいいじゃないですかそんないや知りませんよ誰が,誰がやってるのか知りませんし、まあ、ひょっとしたら僕の「めちゃくちゃシャッシー」とかやってるかもしれませんけどほんまに会社がこういう組織を作った時に本線でバリバリする人間をそこに当てるはずないじゃないですかもうええー、わともう無料引き取りでもないし、まあまあ、あの人つやっといたらええんちゃうっていう人が行、まあ、きますやん大体。 一般論ですよこれほんまに知りませんからまた今度聞いときますけどそれより放送というものに当たる人間がちゃんと考えなさいと考えが足りなかったなら別です今回のこと考えてないから出たあの騒ぎだと思うんですよ僕は考えが足りなかったならば、まあ、研修をしたりとか あこういう組織を作ってもいいのかもしれませんけど何も考えてへんやつが作ったからこんなことになったんやからそんなやつには作らせへんっていうことを社内外に明らかにしてでお前らちゃんと考えろっていうことを事前のチェックじゃなくて放送として最低限必要なことを考えなさいっていうことこれなしにはあの。 より作りにくくなるし面白いものも作りにくくなるし手足を縛るしそしてそれでもまただって考えてへんやつが作るとしたら考えてへんやつが作ってても OK っていう仕組みにしてるとしたらまた起きますよそんなものは、うん。と思うんですけどねえー、えー、なんかええー まほんまだ何も考えてへん青なやつが何か書いてるんですかねええー「たあき」はいええー、表示しなくしますチャットうんまあいろんなバカがおりますな、うん、時刻は8時40分です「ギャラクシーショー優れた放送番組 CM」に、えー、送られます えー『チラシ出すが、ねえー、毎日放送『エンブラジーで』で、えー、選ばれてで全国審査へ行きました本当に僕はまあ,あのタモさん黒田さんがやってるからっていうのはまあもちろんありますけど、えー、そしてその『チラシ出すっていうチラシを読みながら世の中のことを考えるしかもそれを楽しくお聞かせするう時代が読めるっていう番組はまあ 本当にお手軽なようでみんなしてなかったんでこれはまあ,あのすごくラジオの新しい地平を金をかけずに、うん、作ったというので大月プロデューサーはじめですねあ素晴らしい番組だと思いますしかもまあその <laughs> きっかけを生んだのがてんこ盛りで私が新聞を読むときにこういう音をはい聞かせてたというのが。 <laughs> 黒田さんが羨ましいなあ思ったからあ新聞はよ意おまんけど <laughs> チラシでやろう思っていや言うたんやいうのもね <laughs> 別にまあ僕のおかげではないですけど何かそこに絡んだんだとしたらあよかったなと思うんですが残念ながらえそ,こそれは選ばれなかったということですね。あ,あの <laughs> ギャラクシー賞だけじゃなくって、えー、民放連の賞というのもあって、まあ、私もいくつかもらったのはもらって最優秀も3ついただきましたけどあの、まあ、取りに行く番組っていうのがありましてね、えー、これはもう会社として、まあ、お金もない中で、えー、こいつにこいつに任せてある程度のお金を渡したら。 あきっと撮ってくれるだろうという、まあ、お互いのメンツとメンツの,あの争いのようなところがありまして、えー、普通に何の気なしにこんなんやったら面白いかなっていう番組がなかなか評価されないっていうところは <laughs> ありますんでつまり何でしょうね、えー、全国合唱コンクールとかの時にですね課題曲をの 本当にみんなで歌い上げて、えー、それはもうなんか芸術的なこととかじゃなくって、まあ、今は、まあ、そういうことはあまり評価されないんでしょうけどいわゆる高校生らしくとかですね、えー、そういう大人の求めるらしさを追求した学校が上がってくる。 そういう番組が上がってくるというところに普段着であの自慢履いて短パン履いてセッター履いて、えー、こんなんどう言うて、えー、あそれ面白いやんと思って、まあ、あ途中までは選ばれたけどその対象には選ばれなかったっていうことなんでそれはもうあの普段着の普段着の短パンと T シャツとセッター履いて。 の人かららしたらもうそれで東京まで呼ばれたっていうこと自体がもう <laughs> 大拍手ですわでそこで、えー、そういうねジャリンご知恵に出てくるような人が選ばれ対象に選ばれなかったとしてもそれはもう全然構わないです <laughs>、まあ、残念やったかもしれません黒田さん行きはったみたいですからまたその辺の <laughs> あのどんなに寂しい思いをして、えー、選ばれない中待ってたのかっていうことについてはあの笑い持って聞かせてもらいたいなとは思いますけど、はい、スーツ着て、えー、もうあの要はブレザーの制服を着てみんなで、はい「高校生らしく歌いましょう」っていう歌の並んでるところに「ゲタ」を鳴らして「ええやつが来る」みたいな感じであのチラシ出すは。 で選ばれなかったということだと思っております。私の評価には全くあの関係がございません。はい。時刻は8時44分です。阪神高速松原線昨日の未明午前4時からあですね、えー、通行止めが始まりました。切れ売り割と三宅ジャンクションの間でございます。これあのー、実際走ってらっしゃる方あの声が一番だと思うんですけど。 えーまあ、そんなに混んでへんかったとか、まあ、今日読売新聞を見ますと夕方きれ売り割りの出口で4キロほど車の列があったと、まあ、この4キロっていうのがねその長さもそうですけど最近は何分かかりますっていうようなことで言うと、えー、普通混んでなかったら綺れ売り割り降りるところまで例えばまあねえー 南森町から乗ってで森口線から環状線に入って松原線に入って、まあ、どんなもんですか15分回りゃ着くんですかね降りられるんですかねそのために高い高速料金を払ってるわけですが通行料を払ってるわけですけどでそれが10分余分にかかるのか30分余分にかかるのかっていうね長さじゃなくて本当はまあ時間でお伝えできればいいんですけど。 で一般道についてはそんなに混んでへんかったっていうニュースがまあ多いんですけど、まあ、これもまあね時間帯と場所と方向によって全然違うかとは思うんですけれどどう,どうだったんですかね、えーまあ、なんとなくここでしばらく混乱してでどっち回ったらええんやと東大阪の方を回っていったらええんやとか、まあ、目的地にもよりますけれど。 どこで下道に降りた方がええんやいやそもそも,もう下道で行った方がええんやここはこむでみたいなことを慣れるまで <laughs>、えー、2週間とか3週間とかかかるんですかね、えー、でまあ,あ3年後2025年3月末の予定だということですのでその時にあやっぱり高速ってつながっててよかったなとみんなが思われるんでしょうけれどもねはい。 南の方で大阪の南の方で活動をされている方にとっては大きなことかと思いますそして阪神タイガース、えー、島田の活躍で西部に5対41点差で勝ちました一旦消えました自力優勝の可能性が1日で復活いたしましたので、えー、本日以降全て勝ちますと阪神に優勝の目があるということでございますそれが自力優勝の目があるということでございますね 頑張ってください。あとで岡田元監督の言葉というのを今日、今朝の一言で取り上げることにしております。時刻は8時47分以上、朝刊チェック、ヘッドラインについてお話をしてまいりました。さあ、今日は、えー、IAC トラベルのですねちんも置いておりますあ。花広場で買ってまいりました。おい美味しい、おいしいですね。えー、玉ねぎもも置いておりますあなたも ぜひ、コボさんと一緒に、えー、淡路島へ行きませんかもう6月の21日、22日この1点しかないのでね、はい、皆さんにもご予定があろうかというふうに思います、えー、そして、えー、財布の中身とのご相談ということもあろうかと思いますボーナスの振り込みはいつでしょうかで、えーえー、いろいろとご事情はあると思いますが私には私のご事情が <laughs> ございます。ぜひ皆さん 昨日もでもあのお申し込みいただいたみたいで、はい、あの担当の今井野君からです、ねえー、連絡がありました、はい、ぜひ皆さん一緒に行きましょう、えー、これまでの大人の修学旅行の旅の思い出の写真なんかもアップしてです、ね、もう少しでも皆さんに旅に行こうという気持ちになって <laughs> いただきたくて、えー、あの小野さんお願いをしております。 でもあの担当の子からはです、ね、郷、えー、さんもう一蓮拓殖ですと言ってくれました、郷、はい、さんの責任だけじゃないですと、なんとか、なんとか実行できるように、僕も,もう本当に頑張りますという連絡が来ておりますよ。阪神に自力優勝の また戻ってきたようにですね淡路島への小菩さんと育乙女の修学旅行も自力、まだまだまだ目が <laughs> あります、なんとかなんとか手を打ってですね、えー、皆さんとともに楽しい時間を過ごしたい、しかも、もうあの、ね、まだゼロだったらもうごめんなさいという話ですけど申し込んでいただいた方にすみません、もうあの人数集まれへんかったんで中止ですっていうのはあー恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。いやもう本当にね はい、ぜひぜひ皆さんご参加くださいませ、えー、お願いいたしますうんと10時からですね受付は電話番号申し上げます、えー、0502018321005020183210IACE トラベル大阪支店となっております。 えーとホームページでも受け付けておりますのでねぜひ皆様はいこちらでございますコモさんと行く大人の修学旅行淡路島が美味しくて楽しくて玉ねぎ濃密な一泊二日の旅6月21日から22日となっておりますどうぞご参加くださいませお待ちしておりますこちらですねはい こちらの番号ですすよろししくお願いいたしますさあそんな中、えー、京都ではですねはいあのー、あれですよ京都では値段が上がってるみたいですね、えー、こちらちょっと見てみましょうかえっ、ー、と ABC ニュースはい。 財政難が深刻な京都市で昨日から二条城や動物園など公共施設の利用料が大幅に値上げとなっております二条城一般入場料1030円から1300円になりました簡単に上げられるじゃないですか最低賃金もね930円から1000円にするなんてあっという間にできるんじゃないですか岸田さんはい二条城は1030円から1300円となりました 京都市動物園、一般の入場料620円から750円に値上げされております。今年度中、京都市では138の公共施設で値上げを予定しております。しかし、まあこのぐらい上げてどのぐらいの増収になるのかというと、京都のまあ地下鉄のね建設に端を発したことでもあるんですが、えー、5億4千万ほどの増収にしかならないと、 いうことですね、えーまあ、それでも焼け石に水であったとしてもやらざるを得ないということなんでしょうか一方景気がいいのは、えー、不使用の、ね、不使用客がもう大阪いらっしゃいキャンペーンで大にぎわいというお話をいたしました他のところもそうだと思うんですけれどコロナ禍で中断しておりました韓国旅行がいよいよ再開いたしますただ観光ビザが必要となるんですね。 昨日からビザの発給がスタートいたしました。東京南麻布にございます。韓国領事館、えー、大阪の方もどうだったんでしょうかね？東京の方では、昨日韓国への旅行のビザを求めようと、なんと皆さん。1000人以上が行列を作ったそうです。はあ、これはこれはこれ。これはびっくりしましたね、えー。しょうもないこと言ってますけど。 そうですか、えー、デイリー新潮の記者も3年ぶりに韓国へ行ってみようと前の晩から申請処理を準備していました受付開始の午前10時前、領事館前に到着しますとなんと500メートルほどの長蛇の列、優に1000人は超えておりました絶望的な光景と <laughs> 書いております先頭の方にいる21歳の大学生2人に声をかけました朝5時半に来ましたと。 徹夜組がいるということを知って慌てて始発に乗ってきたそうでございます卒業旅行として6泊7日ソウルを中心に観光をするとへえ<ー>2年前3万円だった航空券6万円に跳ね上がっておりますビザの取得費用前はいりませんでした帰国する際現地で受けなければならない PCR 検査費用など出費がかさみますがそれでもやっぱり行きたいとうーん 20代の会社員腕時計を見ながらやきもきしておりました10時半の出社時間はい行って10時ですぐビザもらってそのまま仕事に行こうと思ってたんですがそらやきもきしますね年に2回は韓国に行ってたそうですがお預けを食らっておりましたそうですかまあ韓流スターねアイドルもいます会ってみたいうんねえああ 美容やグルメ、ね、いろんな魅力があるんだと思います彼氏が韓国人で8月から兵隊に取られますそうか徴兵制度ですもんね今のうちに会っておきたくなっているんですがただこの行列を見て会いに行けるか不安になりましたなどなどそんなお話もあるようでございます韓国はちょっとなという方パスポートがないという方 こちらの海外は大丈夫です赤地海峡大橋を渡りまして淡路島 <laughs> 何度宣伝をするんでしょうかはいいこちらでございます6月21日から22日、えー、パスポートもビザもなくても行ける最も関西から行ける手軽な海外はい、えー、赤石海峡を渡りまして淡路島へ行ってみませんかというお知らせでございます時刻は8時55分です 懐かしいなーって皆さん思われるでしょう。ブックマッチという宣伝の何かが書いてあって神のやつをピュッと開けるといわゆる神のマッチですね。で1本ピュッと取ってであの紙にこうピュッと挟んでピュッとやったら火がつくっていう。 あれがブックマッチと言うんだそうです知りませんでした二つに折りたたんだ表紙に挟まれた紙製のマッチ指で弾いて片手で点火するのが流行った時期もありましたが現在ではめったに目にすることがありませんデイリー新潮の記事を読んでおりますブックマッチを生産していた会社が製造をやめますというのでネット上では残念だと、えー、実は関西の会社でございます 49年間にわたって作っておりましたブックマッチ6月受注分を最後に製造を終了いたしますと同時に日本からブックマッチ製造の日が消えることになります安くて持ち運びも便利でそして広告面もしっかり取れるさまざまなお店でご利用いただきまして誠にありがとうございましたと姫路市にございます日東社日本の日東と書いて日東社 の公式ツイッターが告げておりました大正12年1923年にマッチ製造会社として創業いたしました来年100周年を迎えますはい100周年の記念のビデオをアンテリジャンでお作りになりませんかと、うんえー、ネットでは製造中止を惜しむ声が上がってますが注文が入ってるんじゃないんですかとデイリー新庄が聞きますといやいやもう実は取引先には半年以上前にお知らせをしておりました かといってそれで受注が増えたわけでもありませんと、まあ、喫茶店でもタバコを吸えるところは減ってまいりましたしね、ええ、そこに広告を出してという時代でももうないのでしょう、うん、お店の名前あるいは電話番号などが書かれておりました昭和レトロ家電の増田健一さんとはおととい2人で打ち上げをいたしましたけれどこういうマッチも集めてかる人きっといるんでしょうね 実はあんなちっちゃいちっちゃいものですけれど製造する機械は結構大きくてでそのメンテナンスも大変だということですね通常の,あの木軸ですね、A、のマッチはこれからも作っていくということでありましてちなみにこれこの間えー あそこであ日当車や日当車でしたああ、あのキャンプして僕が寝落ちしてしまった時に阿武町で買ったやつ1箱何枚やったかな100円か200円かでえー、買いましたがああ、パイプ印のマッチこれ日当車でしたへえー、こっちはこれからも。 うん、作っていくとただまあその通常のマッチもやっぱり年々減っているみたいなんですけどね、うん、19世紀初めイギリスで作られて日本では明治8年1875年清水誠さんという人が作ったのが最初そうか。 そんな新しいもんなんや、町って。それまでは火打ち石ねえ、いや、それはもうなんか縄文とか弥生とかみたいな、そんなふうに思いますけど、いや、実は町が出てきたなんて明治8年ということは、坂本龍馬とかは町を使ってなかったということですね、ええ。足利氏も ねえそうですか神戸は実はあマッチ製造の盛んなところだそうでありまして明治10年1877年から作っていて、うん、兵庫県内には以前50社ほどあったそうですね、えー、マッチの薬剤を天日で乾燥させれるので、まあ、あ瀬戸内気行という言葉があるようにですね、えー 適していたのだそうです。うんで神戸からシンガポールなどに輸出もしていたということですね。あ、そうですか。日東社さんありがとうございます。はい。ただまあこれも僕タバコも吸わへんしね。<laughs> ガスで別に火つけるときも使えへんのではい。1本だけ使いました。ええ、どなたか。 もしご医療の方がございましたら <laughs>、天んこリスタジオでお分けいたします、はい。時刻は9時になりました、9時クイズの時間ですが、この後は今朝の一言、そして今朝の1枚、うんそして生配信では引き続きまして、とんでもニュース、えー、アーカイブでご覧の方はあぜひ別のコンテンツになりますが、そちらもご覧くださいませ。では、今朝の一言に参ります。 今朝の一言はこちらです。最後にもう一回ユニフォームを着たいという気持ちはあるよな。岡田昭信さん。はい。えー、一昨日は負けましたが、昨日は勝ちました阪神タイガースでございます。負けたその日のインタビューかな。フラッシュが書いて、 おります自力優勝なくなったところだがと、うん、試合後グラウンドに整列するナインや矢野監督に向かって怒号が飛び交いましたというのは負けた方の試合の時ですこうなると阪神ファンの関心は来シーズンの監督は誰になるのかということに向かうでしょうと、はいまあ、フラッシュがかかずもみんなそう思っておりますというか今シーズン始まる前からそう思っておりましたうん この日甲子園岡田さんの姿がありましたテレビ解説のために訪れていましたというのはおとついの晩の話ですね、ええ、グラウンドにいる阪神ナインに怒号が飛び交う一方で岡田来年は頼むぞという声が上がっていたそうでありますで俺の名前が上がってるそんなんいつも出るだけやんかと、まあ、これは2月の段階で言ってたみたいですよね 話が来たかって <laughs> ないないそんなもんそれが今あったらおかしいやろうとまあでもキャンプイン前に矢野さんはやめるって言ってるんですからねまあその辺のところは煙に巻いているだけかもしれませんまあそれは話が来れば当然考えるし最後にもう一回ユニフォームを着たいという気持ちはあるよなとそれはタイミングやから もうそろそろ年齢的にも最後やもんなと <laughs> そうか岡田さん僕よりちょっと上ですよねうん64歳そうかそうか岡田さんが早稲田で私慶応で向こうの方が上ですけれど慶應戦皆さんは早慶戦と呼ばれますが慶應戦を見に行くと 慶応は常に継走戦の場合は三塁側なんですね、他の試合は一塁側、三塁側、その時によって違うんですけど、で三塁側におりますと、応援席の前がサードでございます。えー、岡田言うてみんなでやじってましたな <laughs>、えー、藤山官備言うて、えー、やじってましたね、その岡田さん、みんなに期待を受けております。うん 話がくれば当然考えると、うん、ユニフォームを着る気持ちがないと野球とか見てられへんではっきり言うてただ漠然と見るのとその辺は覚悟が違うよなというふうに言ってはりますまあ、落合さんの名前も出てたりしますがまあそれはきっとないでしょう、うん、いやあったらびっくりしますけどね、えー、岡田さんはやる気なようでございます。 走りたいです。昨日は勝ちました。今朝の一言でございました。では最後は今朝の一枚でございまーす。今朝の一枚は最近はツイッターあるいはインスタグラムでハッシュタグ長官チェックとつけて投稿をいただいております。今日はこちらでーす。とも三六三いつもありがとうございます。何でしょうこれ。うん。 実家の母がカエルの写真を送ってきました。コモさんがカエルカフェの話をしたんで思い出しました。と。はい。アマガエル。保護色とはよう言うたもんですな、これね。ええー。おっと。うん。わかんないっちゃわかんないですよね。ええー。もう一枚ありましたね。よいしょ。こっち。こっちなんか。 ん？どこあ,あこ,こ,ここかここかここかああ。わかんないですね。うん、梅雨もまもなくでございます。今日は友36。3からさんからいただきました。アーマーガエルのお写真でございました。ありがとうございました。 えー、今日も朝刊チェックご覧いただきまして、誠にありがとうございました。生配信ご覧の方、どうぞそのまま、チャンネルはそのまま、はい、CM が入るわけではございませんが、えー、一旦また明日インジャンでお別れをしたところで、ですね、えー、引き続き、とんでもニュース、ヘッドラインをお届けをしようと思っております。ででではははまままたた明明日日インンジャンでございいすす準備はよろろしかか誰後にいてはるな おはようございます。<laughs> 気になってしまいます。また明日、インジャングーポチっと高評価を忘れずにお願いいたします。ありがとうございました。この後はとんでもニュースでーす。